こんにちは、ビレジェンド田中です。今回はでかくしたい部位は毎日やれという話をしたいと思います。動画の概要欄には公式 LINE やお得なセール情報なども掲載されておりますので、ぜひご確認ください。まあ、有名なところではエブリベンチというアプローチがあって、まあ、ベンチプレスのトップ選手などが、まあ、毎日ベンチプレスや胸のトレーニングを行うという方法が知られています。まあ、毎日集中してある部位に特化して行うことで、まあ、200キロとか220キロとか、まあ、僕らはこう想像もつかないような凄まじい重量をこなせるところがありますし、まあ、ベンチプレスだけじゃなくて、まあ、スクワットだと有名なウエイトリフターの選手が毎日スクワットをやって300キロ以上のスクワットをやるというアプローチは有名だと思います。まあ、私自身も毎日どこかの部位をアプローチするという方法はやったことがあります。ただしエブリどの部位という導入に関してはいくつかの注意点があるので、その注意点についてお話したいと思います。まず一つ目は部位を絞るというところです。まあ、毎日やったら大きくなるということで、どうせだったらじゃあ全身毎日やればいいじゃんというところも考えつくかなとは思うんですけど、人間の回復力というのはですね、ある程度限られてるし、ダメージを与えて回復するという過程で筋肉は大きくなるので、全身やってしまうとですね、やっぱりトレーニングも長時間になってしまうし、スタミナが最後まで持たない、集中力も持たない、全身毎日やっててもまず回復力も追いつかないですね。なのでどの部位を成長させたいのかっていうところを、まあ、明確に決めておく方がいいですね。この期間は胸を、この期間は足を強化するというふうに明確に部位を決めてからエブリなんとかとかね、トレーニングやりだした方がいいかなと思います。2つ目は期間を決めるですね。まあ、毎日アプローチするのはいいんですけど、まあ、長くとも2ヶ月か3ヶ月ぐらい、まあ、そのぐらいの期間で終了した方が良いかと思います。なぜかというと、まあ、確かに集中することで重量は伸びていく、筋肉も大きくなっていくっていうのはあるんですけど、ずっと続けることで筋肉だけじゃなくてですね、関節にもダメージは蓄積していきますので、このぐらい伸びたからもうちょっと頑張りたいと思うのは、まあ、僕も経験してるんでわかるんですけど、やっぱり欲張りすぎるとせっかく伸びて記録も伸びていったのに、今度関節が痛くて逆にトレーニングできない期間ができてしまうということが発生するので、まあ2ヶ月か3ヶ月ぐらい長くともそのぐらいの期間で集中して行って、まあ、記録が伸びた、筋肉が増えたとなったら、まあ、その後はちょっと回復する期間も設けるということが大事かなと思うので、明確に期間を決めておくっていうのが良いかと思います。3つ目は疲労のコントロールを意識するです。毎日限界まで追い込むアプローチをしてもですね、やっぱりこれも疲労が回復しないという風になるので、追い込む日、追い込まない日とか、今日は高重量、今日は中重量、今日は低重量で数をやるとかですね、まあ、セット数もいっぱいセットする日と回復を意識して、ちょっと今日はセット数も減らしていく日という風に、疲労がたまらないように毎回全力で追い込むのではなくて、毎日アプローチしながらも疲労を残さない、疲労を回復させるようなトレーニングの日を意識して作るようにしてください。私の場合は回復させる日と設定すると、軽めでちょっとフォーム意識した練習をしたりとかいう風にして、疲労を抜くだけじゃなくてですね、まあ、感覚を鍛えたりっていうところもやっておりました。4つ目のポイントは種目のチョイスですね。まあ、これは毎日アプローチする部位に対して得意な部位なのか苦手な部位なのかっていうところで、ちょっとアプローチ方法を変えてもいいかなと思ってます。まあ、例えばですね、胸のアプローチでベンチプレス得意で、胸を意識するのも得意だという方であれば、ある程度重量こなすトレーニングと疲労を抜くトレーニング、先ほど言ったようなトレーニング、まあ、重量こなすトレーニングある程度多めでも良いかと思います。苦手部位に関しては少しだけ負荷を下げるアプローチですね、胸を意識しやすくなるような単関節トレーニングですね、まあ、ケーブルクロスであったりとかペックフライであったりとか、胸の意識がなかなかベンチプレスばっかりやってても意識できない、腕とか肩ばっかり効いちゃうっていう人であれば、まず胸の意識が向上するような単関節の種目を多めに入れるというふうに、やる種目を得意部位か苦手部位かによって変えるという工夫も大事かなと思います。5つ目はやらない
種目を決めるというところです。私の場合はですね、エブリーなんとかっていうアプローチをするときに、やっぱ疲労とかダメージが強く残る種目は省くようにしてます。例えばですけど、エブリーベンチでベンチプレスを強化したいっていうときは、デッドリフトを週1回か2回ほど入れてしまうと、やっぱ疲労が結構強く残るし、背中の筋肉が疲労するとちょっとベンチプレスにかなり支障があると、神経系の疲労も結構残りやすくなるので、エブリベンチをやるときって結構体疲れちゃうので、特に疲労が残りやすい種目は意識的にカットする。その中でもベンチプレスに影響が大きそうな種目はカットするようにしてます。もう一つはストレッチ種目をやりすぎないように意識してます。例えばですけど、エブリベンチであればダンベルフライとか、しっかりストレッチをかけるっていうのは、ボディメイク的な筋肥大の考え方だと良いかなとは思うんですけど、ストレッチってやっぱりこう筋肉にダメージがすごく大きくかかる、で回復にもやっぱり時間がかかるので、ちょっと回復期間長めに置く方がいいかなという感覚がするので、ストレッチ種目はあまりやりすぎないように、僕はもうエブリベンチの時はダンベルフライとか特にやらないように疲労コントロールしてます。6つ目ですね、エブリベンチエブリスクワットとかですね、毎日アプローチをしているという状況はかなり体が疲れる状況で、回復も優先しないといけないというところを考えると、やっぱ栄養をしっかり取りましょうということが大事になります。ダメージをしっかり与えて、回復するという過程がやはり大事なので、栄養が足りてないと、疲労そもそも回復しないですし、筋肉育たないですね。逆に言うと、減量期にエブリナイナイというアプローチを入れると、多分筋分解の方が勝っちゃって、その部位が逆に筋肉細くなっちゃう、弱くなっちゃう、出力持っちゃうっていうことがあるかなと思うので、やはり毎日のアプローチを入れるときは減量中ではない方がいいと思います。できれば栄養は多めに取る、トレーニング前後糖質しっかり入れて、タンパク質しっかりとってっていうところをしっかり意識しながら、万全の状態で毎日の刺激を入れていくアプローチを取る方が良いかなと考えています。毎日刺激を入れていくっていうアプローチは、うまく組み入れれば弱点部位がなくなったりとかですね、得意部位がさらに強くなって、ベンチプレス得意だったら、何だったらこうもっと伸びてベンチプレスの大会にチャレンジしようかなと思えるぐらいまでね、強くなるっていうアプローチでもあるので、うまく導入すればトレーニングさらにこうレベルアップできるかなと思います。そのためにはね、疲労の回復とか種目のチョイスとか、いろいろこう意識することはあるとは思うんですが、ちょっと伸び悩んでるなとか、苦手部位を克服したいなと考えられている方は、毎日やるっていうアプローチを一度試してみると良いかなと思います。参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。 B レジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しております。B レジェンドの新商品の情報やお得なセール情報も掲載されておりますので、概要欄を一度ご確認ください。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。